真面目だな、偉い。聞こえてますか？準備をしてね。よろしいですか？確認してね。耳くすぐったやつ。どうしよう、じゃあこっちにしようかな。あ、左耳。決めましたか？じゃあよろしいでしょうか、準備はね。それでは白石さん、よろしくお願いします。もう寝てしまわれたんですね。毎日お疲れ様です。普段はあんなに頼りになるのに、なんて可愛らしい寝顔。たまには私のことも頼ってくださいね。一本来た、すごい。手の甲を使う派だ。